あれ？あっちの方で誰かが。先輩、俺たち流れ。何をひよっている？こいつら。なんだ、通行人か？我らこの一。うわ、それに。何？ああ。手合わせ願いたい。どうなってんだ？なんでこっちに向かってくるんだよ！ダメだ、気をつけろ！このたった一つの資格は、我らこの一刀流が手にする。正々堂々勝負せよ。風の行く先を。これ。終了。足りなかったか。やっとおとなしくなった。おい、お前たち誤解してるぞ。ああ、先輩、今のは今度こそ。ただつねよ。師匠、おそらく。待て待て。二人とも。誤解させてこの大会は剣を学ぶ者に。待ってくれ。ああ、先輩、一つ提案だが、この参加賞を彼に譲らないか。ああ。つまりお前たちの代わりに旅人に大会に出てほしいってこと。参加するかどうかは君自身が決めてくれ。このさ。どれどれ。足元に気をつけて。走るより飛ぶ方が早いよ。旅人にパイプ。いや。おや、ただ。いやいや、でも今の。ああ、しかも旅人、参加賞をも。おっと、そ、めったにない機会だっていうのに何をためらってるの。演武伝心に参加。広達口、まだらめさ。神里屋敷の見たところ、言葉が過ぎるぞ。広なんなんだ、今日出会ったやつ。お腹が空くこと以外でオイラが一番嫌なのは、知りもしないやつに旅人のことを軽く見られることだぞ。でもお前のことをよく知らないこいつに嫌なあだ名を。へっ、はあ、旅人。じゃあ大会に参加。開催は2日後で、会場は離島だ。伝説からしかし、そこで将軍様は縁、その後これを通じ。大事な演目見た。そうですね、武人役を演。今回そうだ。そうですね、大衆向けの大会を開催するには影響力のある方に広報大使になっていただかないと。あ、こちらは八重堂の小野寺さんです。様々な祭事の企画、他にも対象者の拡大や話題作りの面で彼は様々な提案をしてくれました。これぞプロってや
対象者の拡大というのは、今まで演武伝心の参加者、また試合で、それから話題作りについて、はい、皆さんは投票は大会当日から始ま、神里さんが紳士代行、お気になさらないでください。そんな褒め、旅人さんにパイモンさん、せっかく来てくださったのですし、ここの環境に慣れていただくためにも、千里さんと一緒に会議、やったいざ。行こう。立派な会場だな。ここは勘定奉行の室。お気になさらないでください、彩香さん。佐藤、あれはなんだ。あ、あれですか。旅人さん、あの、少しよろしいですか。どこから話せばいい。小さい頃から公の場に顔を出してきたとはいえ、過去に紳士代行を担当してきた方はどなたも稲妻の官僚で剣術に精通しているお方でした。この役割をちゃんと果たせるかが心配。はい、承知しております。今まで何度も友達なのにおかしな考え方でしょ。ありがとうございます。彩香って、あれ、二人とも何話してたんだ。旅人さんが、ひひ、こいつが出れば絶対いい試合になると。パイモンの言う通りですね。私もあなたのご活躍を楽しみにしています。もう遅いので、私と千里さんはお先に失礼いたします。お二人とも、ここ二日はゆっくり休んでください。また、大会当日にお会いしましょう。見ろ、彩香と千里がいるぞ。旅人さん、パイモンさん、来てくれましたか。
さすが旅人。皆さん調子良さそうですね。そういえばこの…はい、旅人さんの…もちろん。小野寺さん、演武伝信用の…はい、お願いします。そろそろ時間だ。旅人さん、試合では私と…